続きまして、リム、バエマスケ、トラニ、テトラニというダンスです。それではお願いします。一瞬なんですよ。イエーイ、はい、さっきリハしたばっかりだから、そうですね、思いっきり1曲目がバレちゃってますね。本当ですね。はい、では皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。あれ、声が小さいですね。もう一回いきますよ。せーの、こんにちは。こんにちは。ではですね、私たちのことを知らない方が、たくさんいると思いますので簡単に、自己紹介をしたいと思います。はい、まず私が、桜ゲイルと申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、じゃあ次、私、小山みのりです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、イクミンと言います。よろしくお願いします。イクミン。はい、ということでですね、はい、今日はこの3人でね、このお祭りのためにユニットを組んでやってきたんですけれども、はい、ユニット名がリムという名前なんですけれども、うん、はい、今日ね、初めて、うん、ね、リムとしてはこのステージ初めてなんですけど、はい、リムの由来なんですけれども、はい、最初の L、リムの LIM の L は桜木 L ちゃんの L、はい、L、はい、から取りまして、で、リムの愛はイクミンの愛、イクミンの愛、はい、で、最後の M が私、ミノリンの M ということで、はい、今日はリムというね、ユニットで頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はね、この大きな楽しいお祭りに呼んでいただきまして、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやね、結構、うん、さっきもちらほら見てきたんですけれども、うん、なんか楽しそうだね、うん、ほんとね、うん、そうだね、たくさんあるんですけど、すごいいい匂いしてるしね、うん、Lちゃん桜木 L って言うんですけど、あそこで桜工房っていうのもね、お桜つながり、そう、桜つながりでね、みんな行ってね、ね、美味しそうなお菓子たくさんあるのでね、はい、はい、後で行ってみたいと思います、うん、はい、ではでは次、はい、1曲目、あ、そうですね、1曲目がなんですけれども、ね、まあ、さっきちょっとバレちゃったんですけども、そうですね、はい、涼宮ハルヒの憂鬱というアニメがありまして、その中でもすごい有名な曲を、はい、やろうかなと思うんですけれども、はい、涼宮ハルヒの憂鬱を知ってるよという方、アニメ、うわー、結構いる、知ってるよ、おー、結構ありがとうございます。ね、結構有名だから、うん、確かに有名なんだ、ね、なので、その曲を歌って有名なんだって知らないみたいな、やる本人が有名なんだって有名だったらね、はい、なのでね、ちょっと歌って踊ってしようかなと思いますので、はい、はい、お願いいたします。はい、では、ちょっと最初のポジションにつきましょうか、はい、はい、この辺から、はい、じゃあね、知らない方も知ってる方もよかったら手拍子とかして盛り上げてくれたら嬉しいです。それでは、聴いてください。ハレハレ愉快。ワクワクしたいと願い
やちってね間違えちゃいましたちょっと久しぶりにねなんかやった感じもあったからねはいまあね気を取り直してそうですねはいはいまあねステージ私たち一番なんですけど出番がね、うん、初めから皆さん手拍子とかしてくれたりとかね、うん、前でこと途中出てきてくれたりとか嬉しいよねそう振り付けをねやってる人もいたりして、うん、結構ね、うん、はい嬉しかったですね嬉しかったですありがとうございますありがとうございますはいということでね、うん、今日はこう百合浜町にねほうほうほうはい、ね、3人で来るの初めてなんですけれども、ねはい、初めて来ましたまあ米子市から来たのでそんなに遠くないんですけどそうだよね来ようと思ったら全然来れるよそうだからねまあ近いからこそね、うん、来ない、うん、場所なんで、うん、確かにねそう、うん、なんか結構来る途中にね、うん、なんだろう道の途中にハワイの木みたいなあハワイヤシの木的なそう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 なんか、ね、そういうのあったりして、うん、ハワイじゃん確かにそう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 プチハワイ気分ねそうちょっと味わってそうなんですよねアロハはいアロハボソッと言うねはいなのでねまあこの後もね、はい、私たちもお祭りを楽しんでねこの百合浜町満喫してね、はい、帰ろうと思ってるのでね、うん、ぜひまた後でちょっと出会ったらね、うん、声をかけていただいたりしたらね、はいうん、嬉しいです。はい、はいということでじゃあ次の曲に行こうと思うんですけど、はい、次の曲はですね、はいまあ、この3人がね、うん、大好きな曲をちょっとまあ、今日初めて出会う方も結構いるんですけど、うん、結構私たちのこと知ってくれてる方は、はい、新曲なんですよね。はい、初出しのね、はい、初出しの曲なんですけど、はい、3人とも大好きな曲なんですけど、うん、特にねイクミンがそう大好きな、まあ、特にね特に、はい、あのアニメのはいラブライブって皆さん知ってますか？おーおーちらほら若干の声がラブライブ知ってる方どんぐらいいますか？はーい知ってる方おっはいありがとうございます、はい、まあねこれも結構最近流行ってる、はい、そうだねそうですねイクミンは熱狂的なファンなのでライブにも行っちゃったりとかね、うん、そうですよね、ね、してるんですけど、はい、じゃあそのラブライブのね、うんはい、有名な曲を3人で頑張って練習したのでね、はい、そうですねこのために ねそうなんです今日の日のためにはい、はい、ちょっと季節はね、うん、真逆の確かにちょっと寒ってなる曲なんですけど、うん、ちょ暑いからちょうどいいかもしれない確かにねはい、はい、暑い時みたいな、はい、ちょうどいい曲ね、はい、やろうと思いますじゃあ行きましょうか。はい。はいじゃあ、はいそれでは聞いてください。スノーハレーション。Thank you.
ございます。いや、どうでしたか？いや、ちょっとね、すごいね、直前まで練習してましたけどね、まあ、なんとかできたんじゃないのって感じそうですね、落としてます、今、はい、もう、昨日と一昨日とね、2日連続で猛練習をしてね、はい、あー、やっとね、もうなんか今すごい安心なんですけどちょっとね、まだね、ラスト1曲残ってますからね。そうですね、はい、はい、ということでね、じゃあ次の曲で最後になるんですよ、だいぶ薄い絵だったね。いや、素晴らしい止め方でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではね、では、この次の曲で最後なんですけど、はい、この後もね、ステージ続くんですけど、うん、その全部のステージが終わった後にまたね、物販をさせてもらおうと思いますので、はい、うん、でこの3人でやる物販ね、なかなかそうだね、ないっていうか、ちょっとレアな感じ。そうですね、なのでね、ぜひ気になった方はね、よかったら話しかけに来るだけでもいいので、はい、ぜひ来てやってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあね、最後の曲盛り上がって終わりたいと思うんですけど、うん、はい、皆さん多分椅子に座ってると思うんですけどまあそこから多分動かなくてもいいんですけど、よかったらね、ちょっと指さすだけでもいいのでね、ちょっと動くところがあるから、そう、一緒にできるところもあったりするので、はい、最後はね、盛り上がって終わりたいと思います。はい、はい、それでは最後の曲聴いてください。北川健二